なんだ貴様、そんなものを持って。は？何の用だ？貴様との話は済んでいるはずだ。いい加減ここから消えろ。ミロク、この刀に導かれた。ここで戦っていただろう。だったら何だ？あれは私の手がかりだ。あいつらは私が切る。余計なことはするな。それはこっちのセリフだ。すでに何体かオーファンを倒しているだろう。それこそ余計なことだ。まだわからないのか。奴らの思惑通りになってしまうんだぞ。いいからその刀を置いて、さっさと学園を去れ。ミロクは手放しちゃいけないってジーが言っていた。だから刀を渡さない。兄上が見つかるまでここも去らない。そんなもの、ここにいるかどうかもわからないだろうが、大体どうやって探す気だ。
兄上がここにいると私は聞いた。それにこのペンダント、兄上も同じものを持っている。だからきっと見つかる。それでもいいから学園を去れ。嫌だ。貴様、離せ。このままでは大変なことになってしまうと言っているのに。邪魔するな、教授。おい、いつまでそうしているつもりだ。いいか、もう一度言うぞ。ここには近寄るな。警告をしたぞ。何度も言わせるなよ。貴様自身のためだから。
これは高村先生。いや別に何でもないですよ。ちょっといろいろ追い込んだりが大変でして。高村先生も勘弁してくださいよ。あまり裏山の方へ行かないでください。いや、中庭の方をそっちへ歩いていくのが見えましてね。